こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンが、まあ、なぜ稼ぎやすいというね、えー、話なのか。まあその理由、まあ習慣というか国民性についてお話します。まあネギリとチップということでね、まあアジア、バリ島だの、タイだの、インドネシアだの、えま、ー、って、それとオーストラリア、あるいはヨーロッパ、まあヨーロッパ微妙だな。ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカ、 なんかのね、特にオーストラリアとの違いは何か。ね、アジアは、ね、ふっかけられてネギると。ボッタくらいじゃ大変だって言って、ネギんなきゃいけないっていう、この、気を張ってなきゃいけないというかね、まあ、ネギが習慣化されてるってのがあります。まあ、一方、オーストラリアにはね、ネ、ね、ギるっていう習慣は特にないですね。まあ、日本から旅行に行けばボッタくられているような気がしますけど、それ低価です。ね。まあ、低価で、まあ、高い低価でね、 まあ、特に値切、えー、るということもなく、まあ、それを払うと。なおかつ、まあチップをあげる人も多い、あげることもあるというような環境です。まあ、少なくともタクシーでね、えー、オーストラリアでタクシー代をふっかけられたことはないです。えー、インド人ドライバーがね、えー、お釣りをチップで汚せと言ってきたことはあります。ねお釣りないからこれ全部くれと。ね まあ、インド人の図々しさというのはね、世界中どこに行っても際立ってるんですけど、まあ、でもまあ、オーストラリアでは、まあ、そのインド人ですら、インド人ですら、ね、ふっかけはしないと。ただ、お釣りをよこせとは言ってきますね。まあ、お釣りをよこせ。ね、ぴったりがないと、お釣りないよと、ね。降りようとすると、いや、降りらんないよ。払えと。ね、その押し問答でね、ぴったり持ってないと、えー、強引にチップを取られることはあります。インド人の運転手の場合ね。 で、逆に、まあ、ラーメン食べたらね、どうもその隣にいた白人のおじさん、ラーメン、口に合わなかったみたくてね、まあ、ほぼ食べずに残してたと。で、なんかね、えー、店員さんに、いやいや、まずいから残すんじゃないと。いや、そんだけ食えねえってまずいんじゃねえのと思ったんですけど、いや、まずいから残すんじゃないと。 ねその証拠にチップ払っていくみたいな感じでね、確かね、15ドルかなんかのラーメンに、えー、チップを2倍、だから40ドルか50ドル払ってね、いやいや、こんなにいいよってな感じで、いやいや、いいんだって感じでね、えー、強引に払って出てったおじさんがいましたね。まあ、な焼く音としかなんかなのかわかんないですけど、まあ、ただ、えー 口に合わなくて残すけどね、まずいからじゃないんだってことでチップを置いてくっていうのはね、まありかしよく見る光景ですしね、えー、チップボックスはあってね、まあそこに入れてる人も多いし、えー、まあよく駅とかね、道端で座ってたりね、歩いてね、小銭貸せとか、小銭くれとか言ってる人に金を渡してる人も割かしいます、ね。で、なんとオーストラリアのね、えー、ホームレスの人の所得が400万超えてると。ね 日本中のサラリーマン気の毒っていうのは思ったんですけどまあそんな形で、まあ、チップを上げるっていうのは普通に習慣としてあります、まあ、一方アジアねまあタクシー代で言うと中国タイは3倍から5倍ねでバリ島は10倍から20倍でふっかけられたところから交渉が当たり前と言われたまんま払ってたらねえー、300円で行くところね、えー、8000とか下手すら1万円とかねふっかけてきますね、えー かと思えば、同じ距離行ってもね、確かに五つ星ホテルのリムジンサービスを使えば、まあ値段は2、30倍になると。ねまあ、ただその代わり一流ホテルですからね、えー、バシッとした車でパリッとした運転手が、えー、ちゃんと空港から送ってくれると。まあ、それをね、えー、ボロッとした車でヨレッとした運転手でも同じ金額を取ろうというのが、まあアジアの面白さというかバリ島の凄さですよね。 まあだからこの交渉が非常にめんどくさい。ね、めんどくさいし、この交渉云々っていうのやるのが当たり前だから、まあこういうとこ旅慣れた人にね、売ると、まあ高く売ってもまあね、値引き当たり前とかめんどくせんだろうなっていうのはつくづく感じます。まあ、ただこういった国を置いといて、ぶっちぎりで商売の厳しい国があります。それが実は日本。ね 日本で商売するのは世界一厳しい消費者相手に儲けるということ。儲けさせてもらえるのかと。名だたる企業、名だたるブランドも日本からは、ね、歯が立ちませんとか、こんな人たち相手にするの嫌ですというので撤退しているのが、ね、現状ですで。それを象徴するような出来事がねがたまたまタクシーの話で見かけましてね、中村恵里子さん、まあ。はっきり言って、蝶がつく。 大金持ちですよね、えー、大金持ちだからお金に厳しいのか、いやいやでも日本人のね、まあ、平均的なメンタルはこっちに近いなと思ったエピソードですけど、まあ、タクシーね、えー、シャルル・ド・ゴールから、ね、パリ市内までのタクシーっていうのは2016年春から定額料金となりました。ねまあ、そうなんですよね、まあ、混んでるなんだとか、トラブルもあったりなんだかんだで定額になったと。で、この日は、 ね普段3 4 0分くらいの移動距離が、ね、混んでたから1時間半かかったと。ね、で着いた時騙されると感じた。ねえー、感じたというか、ね、メーターが動いててメーターが78.5ユーロってなってたのを見て、ね、あこれを請求されるんじゃないかなと思ったんでしょうね。で、まあ、その通り78.5ユーロね、えーそんなえー、定額してるのか知りませんねって感じでとぶけられて払わされそうになった。 まあ結果としてね、ボーイフレンドが来て払わずに済んだ。ボーイフレンドだか、旦那だか分かんないですけど、まあ、払わないで済んだという形なんですけど、まあ、どうでしょうね。まあ、これ、50ユーロっていうのは約7000円、ね。で、78.5ユーロっていうのが、50ユーロと比べて約3、4000円多くなってる。うん、3、4000、3500円か。前後多くなってるわけなんですけど、普段30分だと。 この日は確かに3倍の1時間半かかった。で、運転手はメーターの78.5ユーロね、えー、払ってくれと言った。ねまあ、これ、ぼったくらいとというかね、まあ、別にメーター通り払ってあげてもいいんじゃないかと思う私は、日本では気前がいいかもしれないと。でも日本のバブル時代やシドニーの感覚だと、まあ、これね、まあ、定額50ユーロだけど、まあ、普段の3倍かかってるしね、 78.5ユーロ、ねで。しかもこの時ね、お釣り持ってない100ユーロしか持ってないと。ね、お釣り持ってないって言われたと。まあ、別に100ユーロ払っていいんじゃないのというふうにね、えー、思います、ね。感覚的にね。ただね、普通の日本人だと思わないでしょうし、まあ、ヨーロッパもあんまり思わないのかもしれないですね。アメリカ、ラスベガスだとこれ間違いなく100ユーロ払えますけどね。えー、でも、オーストラリアでも多分ね、同じシチュエーションだったら、 10人いたら多分7人は100ユーロ払えますね。ってぐらい、あの、金銭感覚、ルーズというか、応用です。ね。まあ、値切りとチップと。ね。もう値切りの当たり前でね、ちょっとでも高く払ったらもう悔しくてしょうがないと。ね。えー、定額で安くなってんだからね、その3倍の時間働いたところで、あんたの水揚げが少なくなるのは知ったこっちゃないと。ね。それでまあ、定額しか払わないっていのも、これはまあ、 どう,どうなのかなと。まあ、厳しい、日本人の典型的な厳しさというか、まあ、大金持ちの典型的な厳しさというか、まあ、フランスだとそんなもんなのかなという気もしないでもないですけど、うん、まあ、そうですね、私の知ってる地域だと、ラスベガスだとありえない。ねえー、シドニーでもこれ,はこれはありえないでしょうね。えー、それ、定額になってるのはわかるけどね、3倍で、えー、勘弁してよと言わなくても、まあ、そりゃそうだよね。 っていうのが、払うのが、えー、オーストラリアの感覚です。まあ、いい悪いじゃなくてね、オーストラリアはそういう場所なんで、えー、値段にも厳しくないし、稼ぎやすいでしょうという話です。えー、そんなのをね、えー、ちょっとタクシーだとね、ほんと、ぼったくりとかなんとかでへきへきしててね、まあでも、ぼったくって払わされたとしても、 日本とかオーストラリアに比べる安いよななんて思ってたらね、なんとね、そこそこタクシー代安い、物価は高いのにタクシー代の安いね、フランスで、しかも大金持ち、有名人、これが大嫌いっていうのをね、記事に書くっていうのはもうこれはすごいひどいことだと、許されないことだという感覚なんだろうなというのでね、やっぱ日本人相手に あるいは厳しい国相手に商売するのは厳しいなと、楽なオーストラリアだと稼ぎやすいということでね、この話をしやさせていただきました。オーストラリアは、ね、元から高い、値切りの習慣ないと、まあ、めんどくさかったら多めに払うというのも普通というのがね、まあ、定着してますんで、Amazon で売れる商品さえ見つければ、まあ、スムーズにストレス少なく稼げることかと思います。 以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。